と水素ガラムでいうとこの水素化粧水、はいはい、もうこうすごい粒子は細かいんで、うん、まあ、化粧した方がいいからでもできますし、うん、もういつものその洗顔とかいつも使ってるその化粧水の代わりに使っていただいてお肌を整えるということもできますし、さらにこの幹細胞クリーム、不歯科、幹細胞、まあ、あの粒子を使ってある歯髄幹細胞が入ってるんですけども、うん、結構乳歯子供の歯、はい、うん、から取ったその幹細胞が入ってるんですけども、一番いいやつですね、ものすごいたくさん入ってるので、あのいろいろなシミ、シワ、美白、もろもろすごい効くので、そういったあの、まあ、芸能人の方々に今勧めて使ってもらってるような形でいます、ね、まあ、もう本当あの治療院もあるので、ここに通ってる治療院の方々とか、ね、なんかちょっと聞くところによると、あ、でもね、ね、劇団の、はい、あの宝塚のトップスターさんと皆さん、そう、ああ、ね、全然、はい、通ってますから、あの治療したり相談したりそうです、そうです、キャリアの相談とかしてね、はいはい、なんか要はあれだよね、キャリアなんかパラレルしてるそうですよね、まあ、でもね、そうなんかこう統一感がないっていうか、いろいろやりながら、そう全部やってる感じですよね。いや、もう流れで言うと入ってくるじゃないですか、うち、で僕仕事してたりなんかしてるんですけど、なんかまあこんにちはって、まあ、女優さんとかそういう劇団の方とか宝塚の方とか入ってきて、まあ、俳優さんとかもいるんですけど、で絵見て、あ、この絵いいねって買って行ってくれたりとかで仕事、ね、悩みがあれば仕事の話して、治療院が終わってからここでこう話したりして、で水素吸ってもらったりとか、なんならそこでラジオもできちゃうみたいな、そうですね、配信もできますし、ここねスタジオとして使ってもらったりとか、もういろいろですよね。それでまあ、あのクリームを買って変えられたりとか、水素吸入器をね、まあ皆さん結構もう吸ってるので、うん、家にあるやつをまあ買い替えていただいたりとかして、うん、まあ、やってるような感じですよね。なんかそこもちょっと日本人の感性離れ、感性とはちょっと違うというか、日本の人ってほら、うん、なんか石の上にも3年みたいなそうですね、なんか1個のことでプロになりなさいみたいな教えをやっぱり受けてるから、はい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 、なんかこのなんかなんていうのかな、こう絵を売るとなるとプロの人がやる仕事とか、そういう感覚の人が多分多い。あ、そうね、絵描きじゃないと絵を描いちゃいけないみたいな、あります、ね、そうそう、お金に変えちゃいけないみたいな、はい、そういうところがなんかつぶさんもすごいナチュラルに普通に打ち壊してくれる、欲しいって言ってくれるから、そう、ね、買いますって言うから、絵見たらね、欲しいと思うなって思うの、これなんか、ね、多分あのとある海外に住んですごい有名な女性の方が、うん、あの起業家がもともと絵をこうやってる方で、あ、まあ、キュレーションっていうか、うん、展示会とかをこう開催する方で、その人がうちに来た時にこの絵がすごいって買ってくれたのがちょっと僕にとっても自信になっていて、うん、でその人が買っていってからみんな買うようになったんですよ、まあ、値段をつけてくれたので、でなんかこう、運気、気がいいってみんな言うので、うんうん、なんかちょっとお守り的に、ご利益的に僕の絵を買ってる人が多いみたいですね。これはその絵を描き始めたのも、うん、なんでなんか言わんです、描いてみようかなと思って描いたみたいな。そうです、そうです。でももともとあの祖父、おじいちゃんが画家だったので、絵描きだったので、まあ僕も描いてもいいかなと思って描き始めたぐらいですね。才能ありますよね。いや、もうやり方わかんないですけど、適当にアクリル絵の具で。この絵で描いてたらこんな絵になったっていうだけですよね。これもだからあれなんかは描きかけなわけですか。そうですね、描きかけです。思いついたら途中で足してそうですね、途中で終わってますけど、ピンクのも黄色のも、あの黒いのも、すごいよね。でそれでこのか、ま、どれがメインなのかっていうのもなくもうなく、もちろんコンサルティングのね、うん、まあ、収入ではそういったそのお仕事をいただいてしてるものが一番大きいですけど、まあ、脇でこういった皆さんのお手伝いできるようなものを持っている。なんかこれなんか我々の世代には本当に多分、うん、ちょっとね、たまたま幹細胞系は数日先週とかもちょっと撮影してたんですけど、はいはい、私なんかは割とあの、ね、今まで生まれてこの方日焼け止めの塗ったことないんですよ。ああ、はいはいはい、もう全然気にしないタイプで、日焼け止めも塗らない、若い時は海も入る、サーフィンもする、うん、何でもやりたいことやるって感じで、もう
真っ黒に日焼けして、うんうん、で年取ってきて気にしてないわけだったんだけど急に気がつくのなんか急になんか子育てとかが忙しい時は鏡も見る暇がないじゃない、うんうん、仕事もしてるし、うんうんうん、小恥もあるし、はいはいはい、だけど急に子供が大きくなってきて、うん、あのね鏡をねしげじげ見る時間ができた時に急にびっくりするっていうのがよくあったんだけど、そう、そうなんだね、いつこからこうなっちゃったの昨日と一昨日は一緒だったのになんか10年前の写真とか見たら全然違う顔になってるみたいな、はいはいはい、そうで慌てるっていうのが普通の人の女性のよくあるパターン、はい、うん、まあ、そうですよね、うん、でも僕も多分似てるパターンで、うん、別にあの、ね、ロレアルとかいたのでも、うん、あの詳しいですよ相当多分、うん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 、その辺の男子よりかは、うん、あの化粧とかコスメとかビューティーに関しては詳しいんですけど、うん、まあ、別に使うことはそこそこなかったんですが、うん、まあ、その森本さんとこのウェルネスミーを立ち上げてこういったものを作って実際クリームができて、うん、僕も塗るようになったんですよ。全然違ってて、そう、あれシミがなくなったとか、なんかちょっとシワが柔らかくなったとか、出てきた時にあ年取ったなと思って、それでも男性でも多分男性の方がちょっと若くいられやすいとか言うけど、うん、やっぱね相当違いますねっていうのがやっぱり分かって、でも男の人の方がやっぱシワなんていうかな、ね、シワが太いっていうのか、うんうんうん、なんか濃いですよね、深いんですよね、深くなりますよね、でもやっぱ塗って違いが出たんでこれやんなきゃって思って、それ以来もうやり続けてますよ、ちゃんとやっぱやった方がいいっていうのは気づいたんで、全然違いますか、うん、だから僕も男子に売っていこうと思ってますよ。ああ、美容男子って言葉が最近 ね、 そうね出ていますし、でもやっぱり僕らもその40代半ば50代とかになってくると、うん、やっぱケアした方がやっぱモテるんじゃないかなと思うので、あと人によってはやっぱりエステとか行って、うん、その、うんうんうん、なんだあの触ってもらうことがまず、はい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 、いいっていう人結構いますよね。そうですよね、うん、まあ、手当てじゃないですけどいいですよね、うんうん、でもやっぱり僕らもそんなに時間があるわけではないので、そうだよね、うん、それですよね、結局さ時間とさ暇があれば、うん、ね、そうですね、時間暇お金があれば何だって別にできるけど、うん、お金がある人って時間ないしね、そうなんです、そうなんです、なのでもう家でやっぱりやれるとしたら、まあ、水素とか確かに、多分これを毎日って違うと思う。美容だけじゃないですよね。じゃないですね。その健康と美容とも両方、もうむしろ健康の方ですよね。内側から悪いものを除去していくっていうものと、で外側から塗ってケアしていくもの、うん、もうまずここの2つからやっていくみたいなところで、僕もだいぶでも楽になりましたよ。この2つのおかげでいろいろ。なのでやっぱ、まあ、そういった人も話しながら、ね、ここの治療院に通っていただいている人たちに。買っていただきながら、そうやって言われると確かに4年前よりちょっと若返っていきます。そうですか、いやいや、でもだいぶ変わったと思います、体質が。あ、うん、やっぱ水素を吸ってるのは相当、今はねスポーツマンの方とか皆さん水素を吸ってますけど、うん、違ってきてると思うんですね。幹細胞ってやっぱりいいんだね。いいですね。でこの化粧水もそう、水素なので水素、はい、あの本当に肌の調子を整えてくれてます。本当さ、あれね、成分は本当に化合物が全然入ってない、添加物っていうのかな、化粧品って結構添加物三昧で、そうですよね、裏見ると、はい、なんかなんていうの、裏ね結構見ないで買ってる方多いと思うんですけど、化粧品の裏見ると恐ろしいぐらい見たことないカタカナがいっぱいついてて、そうですね、そう、それだと使わなくなっちゃったのですよね、うん、あの不使用成分でわざわざ香料なし、着色料なし、アルコールなし、パラペンなし、うん、鉱物油もなし、石油系、海綿活性剤も使ってませんみたいな。海綿活性剤は大体入ってますよ、化粧品は。なので、入ってないんだ。そういったことで。じゃあ本当に幹細胞とシンプルに、うん、クリームだけです、ね、名の割にはお値段がちょっと可愛くて良かったです。本当ですか？良かった。いや、まあ、世の中に出るやつすごい高いですから、ね、高いよ、高い、ものすごい高いです。高い、私は名前は言えないけど、やっぱりこう、うん、ね、過去あの幹細胞系の方、うん、知り合いの方いるんですけど、パック1枚やっぱり2万円とかしたりとか、うん、やっぱ使い続けてなんぼなので、うん、2万円のパックね、うん、ちょっとやっぱりなかなかそうですね、うん、よっぽどの日の前日に使っ、まあ、うん、大事な、ね、良かったですけど、はいはいはい、私何回かやったんで良かったけど、うんうん、まあ毎日は難しいですよね。ですよね。1週間に1回4週やったらパックだけでね、うん、こういうやつをおうちでやるペロペロって、はい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 、あれだけでさ10万円はちょっとなって感じでしょ。そうですね。これだったらさ、あれ150万円って言いますよ。そうですね、150万ぐらい。
で、どのぐらい使えるんですか？どのぐらいっていうか、何年？メンテは1年に1回ぐらいしてもらって、だったらその水とか入れ替えていただいて、もう全然ずっと使えますよ。あ、そうなんだ、はい、5年ぐらい使えればね、全然もう全然もっともっと使えます。5年使えれば全然、10年でも20年でも、はい、僕らが生きてる限りはメンテできるので、ぜひぜひ、もし、ね、皆さんご興味あれば。うん、あ、だって健康に使えるってことは、ほら、若い、あの、ほら、自分だけじゃなくていいじゃないですか。そうなんです、そうなんです。あの、ご家族の方とか ね、一緒に住んでる方とか、一緒に使って、一緒にしてるので、スポーツやってる子供とかにもいいと思います。子供、赤ちゃん、アトピーとかそういうのも全然いいと思います。アトピーも、はい、良くなりますよ。やっぱ肌質改善になっていくので。アトピーはちょっと知らなかった、はい、肌荒れとか。スポーツやってる子供とかにはちょっと水素はいいなって、ね、そうですね、やっぱ溜まりやすいんで、いろいろ。なんかお年寄りもいいですよね。そうですね、なんか最近だとなんか、まあ、認知症とかそういったことにも含めて、やっぱりこう酸素が足んなかったりとか、ちょっと悪い空気をいっぱい吸ってしまってる部分で影響出たりとかっていうのもある。そういうのもどんどん除去してもらう。なんか呼吸が大事とか言うけど、あの、私ね、そうで、よくね、呼吸大事って言うじゃないですか、はい、だけど私もともと呼吸が浅いタイプで、で、呼吸を深くするために結構タバコずっと吸ってたんですよ。吸いますからね。そう、はい、ところがタバコをやめたんですよそれもなんか急にやめようと思ってやめて、それでタバコ吸わなくなってから何年経つかな、4年、多分ね、つぐさんが福島に来てくれた時、私タバコ吸ってたと思うんですよ。え、本当ですか？うん、あんまそんな印象ないですけど、吸ってたと思う、私だけ、あのメンバーの中で、で、あの後ぐらいにやめて、そのやっぱね、自分が呼吸が浅いから、多分自分で意識して時々深呼吸しないと、あの、いけないかなと思うんだけど、こういうのお家にあればね、気軽に、もうずっと何かしながら吸えるので、寝てる時につけてるっていうのはいいかも。朝疲れがね、そうそう、気持ちいいですよ。音さえ慣れれば、ちょっとね、ウィーンって音は鳴るので、いや、呼吸大事です。ベルネスミの商品としては、今はこれだけですね。この3つと、はい、あと、まあ、これからいろいろさらにジェルとか、なんかちょっと頭皮にその幹細胞を打っていくようなものとか、絶対開発してほしい、あの、薄い人向けのやつ、そうですね、とかね、うん、まあ、ちょっと張り子、まあ、水素吸ってもだいぶ張り子しか出てきますけど、よりこう増やすために、結構ね、お問い合わせが来るの。あ、本当ですか？ ED 系とか、ありますよね。あと、細胞的な、肉体的な若返りたいっていう人は結構多いですね。あと、ほら、今ちょっと流行り病が続いてて、続いてますもんね。そう、あと、ほら、ね、あの、デトックスっていうんですか、そうですね、それも出していってね、デトックスのための問い合わせは結構、水素水、水素吸うのもデトックス、デトックスですね、完全に。やっぱりそうなのね。ほぼほぼそうだとは思いますよ。ちょっとつぐさんのここに来て治療をするのもできるんですか？あ、それはないのか。これ商品、そうですね。ひまわり治療院が、そうですね。完全紹介制なんで。そうだよね。そうです、そうです。以前もそれでね、お問い合わせとかっていうのはあったと思うんですけど。そうだ。じゃあ、とりあえずつぐさんのインスタをフォローしてもらって。そうですね。DM いただければ商品の方は。つぐさんに DM をして商品を分けてもらうとか。ね、はい。ぐらいだったらできますね。ね、あとは、つぐさんの DM 見ると、人となりがいろいろね。あ、そうです。なんか。あるかと思うので。そうです。そこでもね、合わない相性と思うんで。なんか公演とかはないんですか？特にはないです。まあ、でもビジネスセミナーはよくあるんですけど、その大きなところですけどね。なんかね、お話聞きたいなんて人も結構いそうな気がするけど、ね、なんか、はい、そんなにそういう意味では表に。そうです。いや、出てるっちゃ出てるんですよ。幕張のなんとか、マーケティングセミナーとか、ブランディングセミナーとか。あ、じゃあ業界の人が来るみたいな。そうです、そうです。まあ、そういったものにしか出てないんですかね。あとは友達のイベントに出てるとか、それぐらいで。じゃあ本を買ってください。いや、全然いい。本面白いから。いや、じゃあ、いやもっと知りたいなっていう人が後を追えないじゃないですか。あ、なるほど。そうですね。まあ、でもまたここに出ますよ。本当なんか結構ここに出てそれを聞いてもらえれば。そうそう、結構、はい、この先生のこともっと知りたいんですけど、どうしたらいいですかみたいな。そうですね、本とか、まあ、記事はよく出てるので。ね、記事は出てらっしゃいますよね、はい、なんか、
インスタ見るとつぐさんとの過去のなんか面白い記事とか多いです。あ、そうですね、出てますし、まあ、もう普通に名前で永瀬つぐひでで検索してもらえれば、うん、もう過去にいっぱい、もうニュースウィークからフォーブスから何でも出てるので、考え方がね、なかなか勉強になるし、見てもらえれば、うん、はい、インスタの写真の撮り方とかそうですね、そこもね結構重要だと思うよ、庶民にとっては。いやいやいや、ね、改めてなんか我々もちょっと帰ってから自分たちの会社のことをもう一回考え直そういつでも、いつでも顧問として入りますよ。で本当さ、なんかこうほら、なんとなくね、はい、こうあのいつもいるお友達の中にいるから我々も、はいはいはい、そうですね。でもなんかたまにこうちょっと立ち止まってさ、つぐさんに教わってもら教わったことをさ、こうちゃんと考えるのもいいと思うんですよね。うんうん、ね、もうそんなのはいつでも聞いてもらえれば。じゃあ教わりに来よう。なんかでもぜひ、うん、グラニコリーツにまたなんか出ていただけたら、いろいろ教えていただけたら、お忙しいと思うんですけど、今日はねちょっとした触りみたいな形になっちゃう。ねえ、でも嬉しかったです、お忙しいのにお時間いただいてありがとうございました。ちょっとつぐさんのインスタは勝手にここに、そうですね、概要欄にいろいろ出していてください。僕もその方が嬉しいです。はい、追っかけてみてください、はい、というわけでつぐさんでした。293でつぐさんです。そうですね、つぐみって呼ぶ人もいるんですけど。ああ、なるほどね、そういる、意外といるんですよ。お名前、本名はつぐひでさんです。ありがとうございました。